上田古戦場ハーフマラソン実行委員会から上田古戦場ハーフマラソン開催と参加者募集についてお知らせします。上田古戦場ハーフマラソンは今年で38回目を迎え、長年多くの市民の方に親しまれているマラソン大会です。これまでもマラソンビギナーからアスリートまで、また健康づくりのために参加される方、小中学生など幅広い方にご参加いただいています。昨年第32回大会ぶりに日本陸上競技連盟公認のコースで開催され、全体で約1300名の方にご参加いただきました。開催日は10月13日日曜日、スタート時間は午前9時から順次スタートとなります。県営上田野球場をメイン会場として開催します。今大会のコースは日本陸上競技連盟公認のコースではございませんが、一部コースを変更して開催いたします。広々とした田園風景を眺め、秋風を感じながら楽しめるコースとなっております。競技種目は男女別にハーフマラソン10キロ、5キロ、中学生3キロ、小学生学年別3キロの各種目と、健康チャレンジ3キロの合計11種目となります。参加料はハーフが4000円、10キロ、5キロが3000円、中学生3キロが1500円、3キロが1000円となります。申し込み方法につきましては、インターネットエントリー、電話での申し込み、市窓口での申し込みの3通りがあります。上田市のホームページやポスター、パンフレットにはインターネットからお申し込みいただけるランネットとスポーツエントリーの二次元バーコードが掲載されています。二次元バーコードを読み取っていただくとサイトにアクセスすることができますので、こちらからお申し込みください。なお、これらのサイトを使ってお申し込みいただく場合は会員登録および申し込み手数料が別途必要となります。申し込み期間につきましては、7月8日月曜日から8月12日月曜日までとなります。ただし定員2000名に達し次第受付終了となります。なお、8月10日土曜日から12日月曜日はネットエントリーからの申し込みしかできませんので、ご注意ください。上田古戦場ハーフマラソンは武田信玄と村上義清が激突した上田原の戦いの舞台である上田原古戦場を走るマラソン大会です。また上田市健康づくりチャレンジポイント制度の対象事業としても開催します。日頃の練習の成果を試す場や健康づくりのためなど、お気軽にご参加ください。多くの皆様のご参加をお待ちしています。詳しくは上田古戦場ハーフマラソン実行委員会事務局までお問い合わせください。